皆さん、こんにちは。JRA の美人ジョッキー、今村聖奈さんがターフ外でも、先輩女性ジョッキー、藤田奈々子さんに完全に差をつけたといいます。ベテランの競馬ライターは現状について、藤田の性格の問題はデビュー直後から有名でしたが、最近はますますエスカレートしています。取材で声かけしても、気に入らなければ無言。関係者が空いた時間にサインをお願いしても、無視ですからね。一方、今村は愛想がいい、取材にも笑顔で応じてくれますと述べています。全ての騎手が心よく取材に応じてくれるわけではありませんが、藤田奈々子さんの場合は完全に腫れ物扱いになっているといいます。2022年8勝しか挙げられなかった藤田奈々子さんと急成長する今村聖奈さん、近い将来2人の関係が完全に逆転する日が来るのだろうと専門誌が報じています。藤田奈々子さんはどういったジョッキーなのでしょうか。深掘りしてみたいと思います。藤田奈々子さんは1997年8月9日生まれ、茨城県の出身です。日本中央競馬会 JRA 所属の騎手で、根本康弘厩舎に所属しています。マネジメント先はホリプロです。16年ぶりに誕生した JRA 生え抜きの女性騎手として注目を集め、2018年に JRA 女性最多勝利記録を樹立しました。翌2019年には女性騎手としては史上2人目、平地では女性騎手初となる JRA 重賞制覇を果たしています。藤田奈々子さんは競馬とは関係のない家庭に生まれ、藤田奈々子さんが小学校6年生の時にテレビ中継で競馬を見て騎手を志すようになりました。美穂トレーニングセンターの乗馬園に通っていたほか、小中学校では空手と剣道を習い、どちらも有段者となっています。守谷市立欅台中学校を卒業後、2013年に競馬学校第32期生として入学しました。卒業後の2016年に騎手免許を取得してデビューしました。 JRA 所属の女性騎手としては西原玲奈さん以来となっています。所属する根本厩舎は藤田奈々子さんの他にも丸山元気さん、野中雄太郎さんの両騎手も所属しており、一厩舎に3人の騎手が所属するというフリー騎手の多くなった21世紀では極めて珍しい状況となりました。競馬学校開設以降では一厩舎の所属騎手数は多くても2人までの所属が慣例でした。目標とする騎手として藤田奈々子さんと同じく女性騎手であるリサ・ゴールプレスの名前を挙げています。さて、2022年7月8日藤田奈々子さんにスクープ出ました。ただの熱愛報道だと思えるスクープで、そっとしておいて結婚して引退でもいいよという声もあるのですが、記事の内容を最後まで読むと二股なのではないかと思える内容です。成績が落ちてきているためか、狭い競馬界で二股疑惑がかけられてしまったためか、批判の声も多数あり炎上してしまいました。しかし藤田奈々子さんは芸能事務所に所属していることから、成績が落ちているところで熱愛報道で取り上げてもらうのは逆にプラスだから炎上商法ではという声もあります。成績が出せず、藤田奈々子さんはこのまま芸能路線に行くのでしょうか。ここからは藤田奈々子さん熱愛報道、二股彼氏の情報や世間の声をまとめました。藤田奈々子さんは記者に対して交際期間は重なっていないと二股疑惑を否定しています。2022年3月単身で滋賀県の立東トレーニングセンターに武者修行していた藤田奈々子さん、当初の予定を1ヶ月半延長し3ヶ月半の修行をしましたが、6月に新彼氏とのデートをキャッチされました。立東トレーニングセンターに来てすぐの3月の時点で、藤田奈々子さんは彼氏はいないんですよと話していたようですが、藤田奈々子さんは記者には冗談だったとコメントしています。実際には藤田奈々子さんが競馬学校時代に知り合った男性 A さんと6年前から交際していました。しかし6年付き合っていた男性 A さんとは5月に破局し、立東トレーニングセンターで新しい彼氏とデートしている姿を6月27日に記者にキャッチされました。3月時点で男性 A さんとお付き合いしていたのに彼氏はいないと言って滋賀の厩舎スタッフにアピールしてすぐに交際していたのなら二股になりますが、交際していないということなので元彼とは5月に破局してすぐに滋賀の新彼氏と付き合ったということになるのでしょう。滋賀での交際期間は5月、6月だとすると、その時点で約1ヶ月のお付き合いになります。
藤田奈々子さんと6年付き合った元彼は競馬学校時代から付き合っていて破局したということですが、2017年にお揃いのヘルメットアクセサリーをつけている菊澤和樹騎手が噂されています。2人の交際が噂になったのは2017年8月に菊澤和樹騎手の騎乗停止処分の時に未成年飲酒、藤田奈々子さんも同じ場所にいたため自主的に自粛したためです。菊澤和樹選手は2013年に競馬学校に入学していて藤田奈々子さんと同期です。情報から逆算すると6年前の2016年からお付き合いしていたということになります。2017年の書き込みを見てみると確かにお揃いの赤いアクセサリーをつけています。藤田奈々子さんと菊澤和樹さんは同期でもありジョッキーデビューも同じ日なので仲がいいだけという可能性もあります。菊澤和樹さんの結婚の報道はありませんが、2020年12月3日にツイートした画像に結婚指輪がはめられていたため結婚したと言われています。当時は藤田奈々子さんと交際していると思われていたため藤田奈々子さんが結婚相手ではないかとも噂がありました。しかし藤田奈々子さんは結婚していないので別の女性と結婚したということでしょう。そうすると藤田奈々子さんが5月まで付き合っていた彼は菊澤和樹さんではないということになります。藤田奈々子さんは報道されていませんがプライベートで彼氏は他にもいたようです。さて藤田奈々子さんの新彼氏は一等の20代イケメン厩舎スタッフということが分かっています。関係者は A さんについて20代後半明るくて元気な人、外で遊ぶのが好き、女性にモテると男性の特徴を話しています。藤田奈々子さんは7月3日の直撃に対して仲良くはしていますと言いつつ付き合っていると明言していいのかどうか初めての直撃でわからなかったそうで事務所のホリプロに聞いてくださいとお願いしています。ホリプロはプライベートは本人に任せていると否定も肯定もしませんでした。武者修行が終わった藤田奈々子さんですが茨城と滋賀の遠距離恋愛は今後続くのでしょうか、それとも一時的なものだったのでしょうか。新恋人との馴れ初めは藤田奈々子さんが武者修行として単身で滋賀に行った先で知り合ったようです。藤田奈々子さんは普段は茨城の美穂トレーニングセンターを拠点としていますが滋賀にある立東トレーニングセンターに2022年3月6月まで滞在しました。一時的な滋賀県での生活になるためマンスリーマンションで生活していましたが新彼氏とはそのマンションで密会していたところが目撃されています。デートの内容を見ると一応ツーショットを撮られないように別々に車を乗り降りして気をつけていることがわかります。藤田奈々子さんと検索で入力すると結婚、妊娠などのワードが登場しますが藤田奈々子さんと全く関係ありません。4月1日にエイプリルフールで競馬ファンが藤田奈々子妊娠とツイートしていたこともありますが予測変換されてしまう理由は藤田奈々子さんの報道と同時に別の有名人の結婚、妊娠が報道されたからです。例えば藤田奈々子さんの7月6日のトレンドにはワンナイトや中絶同意書などが出ていましたがこれは同日に出た参議院選挙出馬中の松山三四六さんのニュースです。2021年1月26日にも藤田奈々子さんと同期森豊太郎騎手が昨年12月24日に結婚という見出しで勘違いされたことがあります。他にも実際に妊娠と検索する人がいるから出る可能性もあります。裏を返せばそれだけファンが多いということの証でもあります。2023年9月27日藤田奈々子さんはフランスのシャンティで開業している小林聡厩舎で3頭の調教にまたがりました。前日はエーグル地区での調教だったのですがこの日は同じシャンティでも別のクワラフォレとリオンの調教場で騎乗しました。藤田奈々子さんはまた全然違うコースで乗れていい経験になりました。協力してくださった小林先生にも感謝ですと調教後に感謝の言葉を述べています。また4日後に迫った G1 凱旋門賞に関しては以前にもフランスで競馬を観戦したことはあったのですが凱旋門賞を見るのは今回が初めてになります。日本のスルーセブンシーズも応援しますが何より以前から見たいと思っていたビッグレースを見られるのが楽しみですと続けました。いかがだったでしょうか。今回は藤田奈々子さんについて深掘りしてきました。藤田奈々子さんの人気はやはり騎手としてデビューした頃からあったようです。
遡ること2019年6月18日に放送された徹子の部屋に、当時中央競馬で16年ぶりに誕生した女性騎手藤田奈々子さんが登場しました。藤田奈々子さんはその可愛らしい容姿で注目を集め、当時から大人気でしたが、その実力も確かなものとして注目されていました。当時より数えて3年前のデビュー以来実績を上げ、2019年2月には G1 に女性で初めて騎乗という快挙を果たしました。競馬に一目惚れし、乗馬を始めたのは小学5年生の時でした。中学卒業後、高い倍率の難関を突破し競馬学校に入学するも、男女の区別が全くない過酷なトレーニングには挫折しそうになったこともあるといいます。またレース開催日は午前2時半起きなど、知られざる騎手の生活が明かされ、黒柳徹子さんもさすがに驚いていました。昨今成績が落ち目だと噂されていますが、新たな恋が芽生えているようで、私生活は順調のようです。それが原動力となって巻き返しを願いたいものです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。